よし、おはようございまーす。そうだよね。うん。わかるんだから、うん。そうだ、うん。あ、わかる。みたいな。あなたたちがキャリーちゃんって言う前から私はね、取り上げてんだよ。今さなって感じ。あなたたちにわかでしょ？キャリーちゃん何をわかってんのって言うんだよ。ね、スーパーナイス君とね、付き合ってることも知らなかったんでしょ？もっともっと昔やん。知ってんだ。あ、知ってんのね。だいぶ知ってんのね。いや、昨日さ、葬式行った時にさ、車の中でね、うちのお母さんとお姉ちゃんと喋ってたらさ、私より配信詳しいんだよね、あの人ね。めっちゃ。めっちゃ詳しいのよ。なんか TikTok のことさ、めっちゃ知ってるわけよ。ええー、と思って。だって私だって好きだもん。全く興味なくても、ただですよって言うとブワーって行くもんね。これただなのみたいなさ。本当に本当に無料でもらえるのみたいなさ。うっそーんって、1個まで ?2 個いいとかさ。あるよね。2個だけ ?3個とかさ。あの詰め放題とか面白いよね。スーパーでやってるね。あれすごいよね。人参を立てちゃったりとかさ、じゃがいもをベースにね、下側をさ、固めて、さらにそこに、ね、きゅうりとか刺してったりとかさ。そう、テトリスみたいな。だテトリス上手い人はあれ上手いんじゃないかな。ブロックゲームみたいなもんでしょ。それさ、袋がこんぐらいの、袋の2倍ぐらい詰めてくからね。あれ、OK なのみたいなさ。そう、袋を伸ばしてね。まず袋を伸ばすんで、こうやってギューッつってね、こう足とかでさ。そう、袋詰めする袋をまず伸ばすね、こうやってね、グッ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 ってさ。切れないようにギリギリまで伸ばすんだよね、あれね。ギリギリまで伸ばすの、切れないようにこう、グッ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 つってな。口の熱で伸ばしてる人とかいるの。すごくない？で、こうもう袋からはみ出ちゃってんだけど、さらにそこに隙間にね、お花の生け花みたいにさ、こう隙間に刺してってね、こうね、タワーみたいにしてってさ、こうやってね。そう。すごいよね、みたいなさ。でも、ああいうのをちゃんとね、いっぱい持ち帰って全部料理を作るっていうのがすごいよね。私たちは料理作んない人とかさ、無駄にしちゃうじゃん。あの人たちはもう綺麗にね、お吸い物にしたりとかさ、ね、ちゃんと使い切るんだよね、あのプランを立ててね。結構ね、食材とか余らしちゃうよね、一人だと。な、家族とか住んでたら、ああいうのはいいけどね。な、昨日もうちのお母さんとさ、そのお葬式中とかで話してたの、今後のプランをね。で、うちのお母さんがさ、今ね、いい物件があるんだけどって、奈々ちゃん家の近くに知り合いがね、あの空き物件あるって言って、ちょっと見てみてよとか言って見たのよ。そしたら、ね、近くも何もそこの駐車場なのよ。そこ、あ、こっちだ。そこの駐車場が売りに出されてんの、今ね。私がさ、よくさ、外配信でさ、坂を登って曲がるとこあるじゃん。わかるかな？あそこの駐車場。角んとこ。そこの駐車場の土地が売られてんの。だからめちゃくちゃいい場所っていうか、めっちゃ近くじゃん。だ地図で言うと、今、私のお家ここでしょ？ここ。ここね。こっちが私のお家なんだけど、これがさ、ここね。ここをヒューって出て、ここが坂になってんだよ。で、下に行くとゴミ捨て場なんだよね。で、上に行くと、セブンイレブンとか行けんだけど、まあ、こっちからも行けんだけど、ここの、こう来て、ここよ、ここ。ここ。ここのこと。近いでしょ。
ここの、ここが、ここの駐車場が売り物件なんて。めっちゃ近くないこれ。ビビったんだけど。うん。いくらだったっけな？土地代だけで、6000万とかだったっけな？そこの、あそこの駐車場。160平米と160とか70平米かな？いや、ここら辺ね、結構ね、高級住宅地なの。この私が住んでるこの付近って。だから、そこの駐車場、ね、に家を建てたいね、みたいな、これどう？みたいなさ、こういうのもあるのよ、みたいな見せられたんだよね。うん。誰がお金出す？みんなで。なんか、うちのおじいちゃんは、今を、一人で住んでんね。おばあちゃんが亡くなっちゃってね。おばあちゃんとおじいちゃんで一軒家に住んでたの、でっかい家に。でもおばあちゃんが亡くなっちゃってて、今おじいちゃんは一人っきりなのよ。うん。一人っきり。で、最近ね、もう来年とか90歳になるのよ。だから、もう病院とかも今通っててね、一人住むのは心配だよねっていう話なんだよね。うちのお母さんが今さ、病院に送り迎えとかしてるし、ね、もし、なんか不安なんだって、やっぱりね、倒れちゃったりとかしてたら、みたいな。うん。だからそこに一人ぼっちで住ましてくれるより、みんなに住みたいってね。家で面倒見れるの、うちのお母さんのとこも見れるでしょ、だって。だからそこの、なんかお家とかを売って、頭金にして、みんなで買おうよ、みたいな。いう話をしてた。で、よくよくは、私とかお姉ちゃんとかさ、弟の名義っていうかね。まあ、私の名義でいいのか。あんたの名義にして、家を買おうみたいなこと言ってたね。作ろうみたいな。よくよくっていうか、今のうちに。だからもうそういうのを考えなきゃいけないのかなって、もう私も40だし、うちのお母さんも、来年いくつだ？うちのお母さん 60?65?5? ん？そうなんだよね。おじいちゃんもうすぐ90だし、みたいな。だからお葬式に参加してなおさらそういうことを思ったん？ね。そういうのを、なんか家族とかさ、そういうのを見てて、ああ、そろそろ考えなきゃな、みたいな。うん。毎年その話してないよ。最近だよね、その話が出てきたのね。去年ぐらいからじゃない？去年の終わりぐらいかな。でも最終的には家族と一緒に住んだ方がいいよね。やっぱりバラバラより、みんなだって近くにいるんだもん、ぶっちゃけ。そうじゃない？バラバラには住んでるけど、めちゃくちゃ近くには住んでんのよ。この30分圏内にはさ、うちの姉ちゃんもね、うちのお母さんも、おじいちゃんたちもさ、絶対住みたくない。あ、嫌な人は嫌だけどね。私は別にね、もともとだって実家にいてね、そっからまた一人暮らし始めたから、また実家に戻ってもいいかなと思うよ。うん。あ、4世帯住宅なのかな？だからうちのおじいちゃんでしょ？うちのお母さんたちでしょ？うちの姉ちゃんでしょ？私らが4世帯だね。え、でもなんか頭金入れればローンは通るって言ってたよ。うちのお母さん。通らないのかな？私の名義でも。頭金を何千万って入れるんだけどね。その家を売って。4000万って言ってたかな？だからみんな頑張って。みんな。私の夢を応援してくださいよ。家族と一緒にさ、住むっていうね。みんなで出し合えば、夢のマイホームが買えるんだから。そうだろ？それ見たくない？家族みんなでワイワイしてさ、いつもニコニコしてね。おはじょりって言ってる私をさ。ねえ、夢のマイホームから猫を配信してる私をさ。嫌ですって。いや、一人100円でもいいね。そしたらマイホーム立つからね。一人100円出してくれるもん。そうなの。食べ物の贈り物はタブーだと承知の上ですが、じゃあ送ってこないで。どうしても奈々ちゃんが食べているとこを見たくて送らせていただきました。もういじめだよね、これね。よく TikTok で食べてる方を見かけるので、ぜひ奈々ちゃんも食べてほしいです、だって。ありがとうございます。
TikTok で食べてるやつって何？私にどうしても食べてほしいんだって。何これ？虫？虫かな？何？何を食べろっつうの？食べれないもの食べたくないけど。何これ？え、チョーク？チョークじゃないこれ。え、チョークじゃねこれ。ほら。え、食べられるの？本当に？本当に食用なのこれ。モナスティックスワン、サワン、ユーチョーク。え、これ本当に食べれんの？え、大丈夫かな？それで普通のチョークって落ちないよね。え、じゃあいただきまーす。はぁ、普通にチョークじゃんこれ。いい加減してよもう。普通にチョークじゃんこれ。見てこれ、何チョークを食べてんのみんな、こんなの。これ本当に食べれるチョーク、チョークだよねこれね。ちょっとこれ調べてみるわ、アマゾンから来ただの。いや、食用じゃないだろ、これ。だって味が違うもん。いや、食用じゃないし、出てきた？食用って出てきた、本当に。だって味がチョークだよ。でもレビューがそうだね。めちゃくちゃまずいです。見た目は本当にチョーク。少し固めで噛んだ瞬間、口の中ですぐに溶ける感じ。味は紙を丸めて、口の中に入れたような、紙のような、そんな感じ。レビューついてん、レビューね。YouTube で食べてる動画を見て興味を惹かれて購入しました。これは食べるものではないですね。泥の独自の臭みが口、なんか泥みたい、めっちゃまずいとか、甘いとか言ってる人いるよ。バカじゃないの。アンチじゃないね。食用だけど、ビビるよね、これね。まず紙マジまずこれ、紙を食べてるみたい。ごめんなさいですけどすいませんって感じね。ごめんね、仕事中。うん、昨日言ってたさ、ハマってるさ、キャラクターの名前って何？あれバッグから入れてるみたいな。あ、バッグ？昨日見せてもらったじゃない、私これハマってんだよねって、キャラクター。あ、ティックのやつ。うん、あさみみちゃん。あさみみちゃん。うんうん、ありがとう、それだけなんで。あ、今ファーファー開けたからね。ファーファー。あ、はいはい、はい。あさみみちゃんってやつだって。でうちの姉ちゃん見た目によらずこういうの好きなんだね、かわいいのね。でそういう話してたらうちのお母さんが隣で言ってたの、ナナちゃんはスヌーピーいっぱい持ってるよねって。いやそうねみたいな。スヌーピーだらけよねってな。面白いでしょ。そう、昨日さ、親族がいる中でさ、つぐちゃんって言ったんだよ、もう恥ずかしくてさ。つぐちゃんって言われてる。
でもなんかお料理とかも美味しかったね。昇進料理だっけ。昇進料理もさ、うちのお母さんご飯食べないから、白いご飯ね。ね、つぐちゃんこれどうぞとか言ってさ、私んとこにさ、ご飯来てな。私2杯食ったんだ。精進料理ね。うん。そう。お団子とかもついて、お団子誰も食べてなかったよね。デザートはなんか団子2個、ごま団子になんかみたいなさ。でもそのさ、料理をさ、写真撮りたかったらなんか失礼かなと思って、葬式中にね。パシ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 さ、楽しんで撮ってたらね。いや、失礼でしょ、あの。うん、その料理結構ね、美味しくてみんなに見せたかったんだけど。そう。